何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、蜀の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため、反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。援軍とはありがたいね。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。不平の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まれる。これでも雪村を失うわけにはいかない。今日残念。残念、考えてみても分からない光景ね。信長は強い力を持ち、忠実な部下もいるのだ。あの調子じゃ信奉者以外はついてもいけない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。直江兼続、救援に参った。雪村、どうしたらお前を国の輩に打たせはせぬぞ。おお、兼続殿、まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でも、なんかほっとしたね。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ、初めてじゃったっけ。お手合わせ願おうか。はぁ、聞くしかないか。しかし、核の目論見通りや。やはりそっちから来るか。福兵部隊、出番だ。親方様の読み通りだ。皆、眼前の敵を打ち破り、突破せよ。あんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。うっそ、こんなに強いなんて。フフフフ、どういうか、まだ遊んでやる。見事なご活躍です。格が違ったわ。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束は侮りがち。これ将来的に勝ち目がありそうなのだ。伏兵もやっつけた。じゃあ総攻撃と参ろうか。
腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。ソーランを。角殿、これはどういうことです？悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角殿、ご覚悟。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたい。どうじゃ。これが天下無双のモノノフのあり方、しかと拝見しました。おお、よくやってくれた。俺は過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。取るに足らぬ。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。カグの野郎、裏切りやがったか。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。取るに足らぬ。どうしどうして。蹴鞠かの。マナも行くの。どうじゃこの裏切り。仁君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。民や兵が心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど、この世界でもあんたは相変わらずだ。信長様、申し訳ございません。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。さあ、異世界の地獄一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見ものね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だが。一体どこに行ったんだろうね。信長。急ぎ雪村を救わねば。おお、いい戦ぶりだ。出してくんなら獅子が牙むくぜ。俺が背中を見せちまう。蹴鞠の心は我の心。受けてみよい。雪村、感服いたします。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。そこな敵将、わしが相手とならん。まだ死ねぬゆえ、ごめん。その首、もらい受ける。いざ。万事が遠そう、天も読みせん。
信長様のため、ここは通せません。修羅と化し止めてみせます。取るに足らぬ。渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている？理由なき力に従えるはずもない。よい竜、取るに足らぬ。この信長にその怒りを、力をぶつけよ。吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても信長のあの妙な力は一体。なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていたもの、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。なんせは打算で渡る者、カブンカー登場。姉上より褒あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。
我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。真田こそ天下無双のもののふなり。成功したか。真田の戦ご覧に入れる。我こそが天下無双の強者なり。うまくいったか。我が信念を炎となし、真田幸村参る。これぞ天下無双の軍略なんてな。うん、いい感じだね。風林火山の兵法教授戦なんてな。にゃん、我こそは天下無双の忍びなり。正義は勝つのだ。敵さんにはかわいそうだけど、お仕事パパッと片付けちゃおう。俺が真の三国無双だ。成功したか。手間の分の見返りはあったな。この戦俺の好きにやってやる。この俺が真の三、うまくいったもんだ。無理無駄のない勝利を目指す。
これが結構難しい。
わらわの力求むるは誰ぞ。